はい、友人松陰の福岡です。ですね、4日連続で動画を、投稿しようということで、今、もうね、ちょっと一段落ついたので、仕事が夜中に撮っておりますけれども、なんていうのかな、実はね、宇賀さんの、メルトダ福島第一原発のメルトダウンからの50年をですね、うちで出すということをですね、宇賀さんが、宇賀金というね、ご自身でやってらっしゃるチャンネルで公表されてからというものの、ちょっとね、友人商品の方にもね、注目がちょっと集まっておりまして、で、登録者数がね、100人を超えたら、登録者数100人なんてのはね、いわゆる YouTuber の方とか、そういう方に出されば、へみたいなもんでしょうけども、息子がね、LINE を起こして、100人超えたら、ライブ配信やった方がいいよと。そうやって登録してもらった方とつながった方がいいよって言われましたので、でね、さっき見たら105人になってました。 この間まで30何人だったのに、まあいいや、とにかくですね、100人超えましたので、V ライブじゃないや、ライブ配信やります。 V ライブちょっと別でしたよね。ライブ配信やりますけども、ライブ配信どうやるんですかね。 またね、ちょっと勉強しなきゃいけないなとちょっと思ってるんですけどね。前回ですね、ちょっと オリンピック見てもないのに、オリンピックと私というみたいなね、ことをつぶやくということをやったんですけれども、正直ね、ちょっとね、僕今回ね、今日までもオリンピックについて、一部も見てません。本当です。テレビがないね、仕事場に寝泊まりしているっていうのはあるんですけども、やっぱりちょっと見る気にならないなと思ったのは、サッカーの久保選手。ね、この間ね、点取りましたけども、その人がね、南アフリカ戦を前に、南アフリカはね、ご存知のようにね、コロナで大変な思いで、試合できるかどうかも分からなかったし、しかもね、事前合宿もできず、選手村では不自由な思いを強いられ、もう通常の戦い方じゃなかったっていうふうに、後で監督も言ってましたけども、それについてですね、久保選手は、いや、僕たち的には得ですから、みたいなこと言ったんですよ。得してるって言ったんですよ。僕、この一言でもうね、日本サッカーとんでもなくいいやと思いました。というのはですね、僕は実はサッカーファンだったんです。今でもサッカーファンですよ、基本的には。サッカーすごいしてたんですよ。J リーグができた頃に、僕ね、川淵アーマンにね、インタビューしたりもしたんですよ。で、その時に川淵アーマンとか、あとね、当時、協会委員長だった加藤久志さんとかですね、あと、やっぱりジェフ市原にいて、で、選手の強化っていうか、要するに育成ですよね、携わっていた乳母会さんという方ね、とかにインタビューしたりしたんですよ。で、本も作ったりもしたんですよね。で、その時に彼らが言ってたのは、川淵さんも含めてね、J リーグというのは単にプロ野球の真似じゃないんだと、サッカーという世界のスポーツを日本に普及させるにあたって、今までのね、企業の広告塔だったプロ野球のやり方、あり方、あれ実用化のやり方を改めて、地域に密着した新しい文化を作りたいっていうことをみんな口々におっしゃってたんですよね。で、それによって、例えば地域の子が活性化されて、子供たちが元気になって、加藤久志さんなんかはね、子供の笑顔が聞こえなくなったら国は滅びるってまでおっしゃってて、そのためにスポーツをね、やりたいというふうにおっしゃったんですよ。で、僕、すごい共感しまして、で、その頃ね、鹿島アントラーズのファンだったのは、やっぱり鹿島というね、住友金属というね、日本リーグ2部の弱いチームだったんですけども、しかも当時鹿島市は、住友金属のコンビナートぐらいしかなくて、ちょっと寂れたようなとこだったのが、そこに鹿島アントラーズというね、チームができて、川淵アーマンから99.99%入れませんよみたいなこと言われながらも、ジークを読んだり、サッカー専用スタジアムを作ったりして、で、当時ね、鹿島アントラーズの専務だった、ね、方が、海保さんという方なんですけど、この人は住金のね、バスケットの選手だった人なんですよ。で、その人が、鹿島アントラーズはサッカーチームでありながらミニバスの大会を開いたりして、とにかくいろんなスポーツの普及をね、やりたいんだと。単にサッカーで儲からいいってもんじゃない、いろんなスポーツを普及させることで日本の文化を変えたいっていうふうにおっしゃったんですよね。で、僕すごい共感したし、その結果ね、自分でね、子供が小さい時に地元の、ね、東京の練馬区にミニバスケットボールのチームを作って、僕はバスケット経験ないんで けども、マネージャーとしてね、10年ぐらい運営に携わったりもしたんですよね。ただね、そこで見たね、川淵さんたちが言っていた、裾野を広げたい、スポーツの裾野を広げたい、スポーツで文化をね、作りたいっていうふうにおっしゃっていたんですけども、実際の
子供のミニバスの現場っていうのはひどかったです。もう指導者はね、小学生の子たちを罵倒しまくるんですよ。ちょっとミスしたらもう試合中でもベンチの前にぶつけて直立不動の子たちにわーっとね怒鳴るような。しかも親たちがそういうあの指導者の姿を非難しない。で、強ければいいと。今ね、柔道のね、大野将平さんという方がね、この間金メダル取りましたけども、あの取ったらしいですよね。あのこの人はね、昔あの天理大学かなんかにいた時にキャプテンとして下級生のいじめにね、あの加わったというんでペナルティを受けてるんですよ。でね、それについて日刊現代の記者の人がね、インタビューしたら、いや、僕らの世界勝てば文句言われませんからって言ったらしいんですよね。で、公約通り金メダル取りましたよね。で、また何か言ったらしいですよね。それに対して僕聞いてないし、ネット上でもではその大野選手の言葉聞いて、そうなんだ、アスリートの気持ちを代弁してくれなんていうのを聞いて、あ、そうかそうか、いじめられようが、コロナであろうが、福島苦しんでようが、オリンピックが開かれてそこでメダルさえ取れば俺のもんだと。そんな選手しか生まなかったのかなと。誰もね、コロナ苦しいんだから私はオリンピック出ませんって言った選手いないですよね。勝ったお金を福島の復興のために役立てたいとか、医療関係者に還元したいとか言った選手います？いないですよね。相手がコロナの中で外国人選手がすごい厳しい環境に置かれて事前合宿もできなくて、それでも勝ちゃいいんだと、得になればいいんだ、勝てばいいんだ、勝てばみんな感動するんでしょ、僕たちあなたたちに感動させますよみたいなことをね、言わんばかり。いや、あの本人たちにそんな悪気はないの分かってますし、でもね、僕ね、ちょっとね、あの昔ね、オリンピックと関係なくいろんなスポーツの選手をね、そうやってスポーツは文化だっていうことをね、ちょっとね、期待した時に婦人公論という雑誌で結構いろんなスポーツ選手を取り上げたんですよ。で、その時に分かったんですけども、要するに世界で活躍できそうだとか、日本にメダルを出せそうだという選手たちって、要するにメジャースポーツのエリート選手っていうのは例外なくつまんなかったです。多分スポーツの競技のことだけ聞けばもちろん何でも喋るかもしれませんけれども、人間としてはね、全然ね、そうやって人間味とかそういうね、見識を引き出そうとしても何もなかったです。まあ僕はね、そんな全員やったわけじゃないし、もともとスポーツ専門誌もないんでね、そんな偉そうなことは言えませんけども、でもそれと対照的に、例えばね、パラリンピックのメダリストとか、あとね、当時まだマイナーだったカーリング娘っていうね、あれはトリノの時か、あのブームになりましたけども、それまですごい無名だった人たちに話を聞くとむちゃくちゃ面白いんですよ。なぜかというと、要するにオリンピックのメダルを取りそうな人なんかは、まあね、今回ね、オリンピックで卓球の選手がね、まだ中学生ぐらいの時にインタビューもしたんですけども、とにかく卓球しかやってない子だったんでね、本当、ちっちゃい時から親に卓球に付けにされて、学校に行っても卓球実業団の、ね、卓球部に所属して学校と卓球の練習しかやってないとかね、もう引き出しもまるでない子たちだっていうことが分かってたんですけども、でもそうじゃなくて、パラリンピックの選手とか、あとマイナースポーツ選手は自力で環境を整えてないんですよ。周りが整えられた環境の中で努力してればいいと。それは努力はしてるでしょう。でもその努力は自分じゃなくて人が整えてもらったものですよね。でも無名時代のカーリングの娘たちとかパラリンピックの選手は自分で環境を整えないと、そうだったね、オリンピックに出たりとかパラリンピックに出て活躍できるような環境できなかったのを自力で整えてきた人たちだし、すごい意識も高いし、何より自分のことも持ってるし、自分の社会とか、それに果たす役割というものをすごく知ってる人たちで、その中の一つがね、この間ね、ソチの、ピョンチャンのオリンピックで、カーリング、日本のカーリング初めて銅メダルを取ったあのチーム のキャプテンだった本橋真理さんね、当時マリリンって言ってね、アイドル扱いだったんですけど、で出てきたら、なんかすごいね、T シャツにね、ジーンズのミニスカートですごいおしゃれな格好でね、なんかね、ちょっと見た目からちょっとチャラチャラした子なのかなと思ったら、そんなことなくて、すっごくしっかりしてました。自分は何をしてきたのか、これが何をしなければならないか、それで自分たちがやることによって、カーリング世界であったり、そういう地元であったりに何をもたらすのかということをしっかり意識してましたね。だから僕ね、応援スポーツをやってる人たちをそんなにけなすタイプはないんですけども、ただし、J リーグからね、裾が広がったんでしょうね。多分、メダリストも増えましたしね。でもその結果というかな、日本の社会良くなったんですかね。
相手チームに病人が出て、得しましたっていうような選手が、とか、やっぱり観客いるところでやりたいですよねとかね、価値はいいんでしょとかね、価値は許さんでしょって言った選手が、もてはやされて、それってスポーツの文化が広がったってことなんですかね。ちょっと何かね、そういう疑問があったんで、ちょっと今回のオリンピックは、正直ね、ちょっと見る気になれません。パラリンピックはね、ひょっとしたら見たい、見かもしれない。でも、オリンピックはちょっとね、もういいかなと思います。スポーツを見たかったら、YouTube とかでいくらでも見られますからね。スポーツを楽しんだかったら、いくらでも見られます。オリンピック見る必要ないです。あるいは、地元のチームのね、幸い松本には松本山雅っていう J リーグのチームありますから、そういう応援したいんだったら松本のチームを応援してもいいかなとかね。楽しみ方あるんですよ。日本人だから日本を応援しなきゃいけないみたいな同調圧力の中で僕はオリンピックを見たいと思わないし、楽しみたいんだったら主体的に楽しみたいです。ということで、ね、すみません、なんかね、すごくね、偉そうに語っちゃいましたけども。ということで、友人商品もよろしくお願いします。ライブ配信になります。すいません。今ね、ちょっと言い忘れたことがあったので、ちょっとお尽くししたいんですけども、最近の僕、スポーツ選手のね、一番感動したのが、ピョンチャンの時の、藤澤五月選手でしたね。彼女ね、カーリングのね、彼女はその本橋真里さんが、キャプテン兼、補欠っていうんですか、バックアップの選手で、その中で彼女がエースだったわけで、エースっていうか、スキップっていうのかな、司令塔だったわけですけども、で、最後にね、ほら、メダルをかけて、韓国と、ぶつかり合ったじゃないですか。その試合が終わった後に彼女はすっごい悔しそうに、私もいつまでも負けを引きずって悔しがる方なんでと言いながら、相手のね、最後に勝利を決めた韓国のね、スキップのメガネ先輩というね、当時言われた人ですけども、ちなみに僕、そのメガネ先輩の通った学校に、街に、帰り業もね、実は何年か前に行ったりしたことあるんですけど、それはいいや。その時に藤澤さんですが、緊張の中で、ショットを決めた相手のスキップはすごいと、もう拍手するしかありませんねっていうふうに言ったんですよ。えらい、聞かれもしないのに言ったんですよ。アナウンサーがそういう答えを引き出そうとしたんじゃなくて、彼女自身がそういう言葉を選んだんですよね。で、彼女は、片言の韓国語、片言なのかな、韓国のね、メディアなんかにもね、韓国で答えてましたし、要するに、なんとかね、自分のチームを愛してもらおうと思って、あるいは思いもあったのかもしれませんけども、そして実際、ほら、藤澤選手はもう韓国もすごい人気になってたし、そういう役目を果たしてたじゃないですか。やっぱこれはね、僕、本橋選手が薫陶というのかな、彼女のチームだからっていうのが多いかと思いますよね。あとね、僕ね、それとね、オリンピックを見るべき、中止すべきじゃないだとかね、そういうことじゃなくて、僕は個人的には応援する気になりませんけども、応援する人がいてもね、僕は別に規定しないんですよ。ただし、日本人だから日本選手を応援したいっていうんじゃなくて、例えば僕のね、この間出した高橋和之さんの「男の背中」というね、写真集ですね。こちらですね、これね、こちらの方もよろしくお願いします。浦谷さんのベルトダウンに、50年と並んでお願いしますけども、この方はね、実はすごい卓球をやってらして、卓球王国という、ね、雑誌を創刊して、日本で唯一の卓球雑誌ですけども、福原愛ちゃんとかね、がすごい、福原愛ちゃんなんていけないな、もうね、結婚してね、離婚もされるような、ね、立派な大人を、福原愛選手が本当に小さい時から卓球を育てたいと思って雑誌を作って、で、今回もね、その高橋さんと面識のある選手が当然のようにオリンピック出てます。で、そういう人たちをね、応援するのとはやっぱりそうやって関わってきた人たちが応援したいという気持ちがわかるんですよ、晴れの舞台でね。なかなかね、普段は注目を浴びない、でも卓球なんかもね、もうプロリーグがあってね、日本の選手なんかも中国のプロリーグなんかで活躍してますから、日常的に活躍の場はあるはずなんですけども、やっぱ日本ではね、なんだかんだ言って卓球の時だ、オリンピックの時だけ注目されるみたいなのがあるんで、そういう時に応援するの別に咎める気はありません。ただし、あくまでもやっぱりアスリートには社会性を持ってほしいんですよね。社会的に苦しんでる人がいる。そういうことを忘れないでほしいと思います。そういうことをちゃんと口にする選手が日本には少なすぎます。少なすぎると思います。確かね、僕 J リーグの話をやってますけど、 J リーグでも確かね、エリート選手を育てるっていうね、試みが始まったはずなんですよ。
要するに単にサッカーが生まれるじゃなくて、受け答えも含めて、あるいは社交性も含めて、社会貢献も含めて、ちゃんとエリートのスポーツエリートとしての社会的な役を果たせる人を育てるというね、プログラムができたはずだし、それ確かね、J ビレッジでね、福島の方でやるんじゃなかったかな、ちょっとその辺調べないと分かりませんけど、あれどうなったのと。あれちゃんとそのプログラムの結果で出せたんですか？出せとしたら、やっぱ久保さん選手とかね、吉田選手とか、すごい残念ですね。ということで、よろしくお願いします。